こんにちは、島です。本日は両備の卓上バンドソー TBS80 のレビューと解説について細かいのをやっていきたいと思います。木工用バンドソーというのはこういう形をしているんですけども、上から下ろすタイプの鉄工用バンドソーとはまたちょっと違います。でバンドソーっていうのはね、帯の小判とかっていう呼び方もしたりするんですけども、こういうふうに刃が一つながりになってて、こういうふうにずっとぐるぐる回っていくんですよ。でずっと同じ方向に回すっていうことができるんで、結構分厚い材料とか硬い材料もサクサク切ることができます。で曲線加工もすごく得意で、刃が一方向に流れるっていうこの構造上の特性から、材料のバタつきなんかも一切起きなくて、軸装みたいにこう跳ねたり、井戸の子とかでも材料が上に持ち上がったりとかすると思うんですけども、そういうことは一切起きずに静かに素早く切ることができます。で今までね、この SK11 のこれ借り物なんですけども、これをずっと使ってたんですけども、ちょっと自分用に買おうと思っていろいろ調べてこいつを買いました。いろんな機種を検討しながら一番いいなと思って買ったやつです。じゃあこの TBS80 の特徴なんですけれども、まず1つ目が DIY モデルでは最強の懐寸法を持っているというところです。懐寸法っていうのはこの刃からフレームまでのこの間のことです。ここが広ければ広いほど材料の取り回しも非常にやりやすくなって、カットも簡単にできます。これが 280mm 確保されてるんですけども、他に並び立つ機種が1つもないぐらい広いです。 DIY モデルではぶっちぎりです。で2つ目なんですけども、スピード調整ができるんですね。ここにスピード調整のダイヤルがついてまして、最速を10とすれば最低の1まで落とすことができます。これだけの調整幅を持っているのは他の DIY モデルではやはりないです。木材加工だけだったら最速で十分なんですけれども、スピードを落とすことでこういうアルミや真鍮や銅などの軽金属を切ったりすることも可能です。そして3つ目はこのぶっちぎりのスペックを持ちながらぶっちぎりで安いという点です。今実売価格がね 28,000円ぐらいですね、 Amazon で。で大体他の DIY モデルも3万から5万ぐらいはするんですね。その3つが TBS80 の一番優れた部分だと思うんですけれども、他にもちょっといろいろ面白い機能があります。ここのねトップについているやつはこれ帯のこの針の調整機能なんですけども、これはもうどれにも搭載されてるんですが、予備のはこの黄色いレバーがついてるんですよね。でこれを調整することで、今ねこれ緩んだ状態なんですよ。でこれをパチッとすればワンタッチで帯の子を貼ることができます。でこれが何かっていうと、これ使わない時は緩めとくことで帯の子が伸びるのを防いで、帯の子って手伝いが伸びるんですよね。で伸びたらだんだんテンションがかけられなくなって、でそのうち切れるんで、やっぱ寿命が伸びるっていうことですね。手動でくるくる回して緩めてもいいんですけども、そうしたらまた使う時にどんだけ戻したらいいかっていうのはちょっと分かりにくいですよね。それをワンタッチでできるっていうのはすごい便利ですね。であと標準的な機能ですけども、後ろロック緩めたらこうやって動かすことができます。これ結構雑な動きなんですけれども、これ手でこう動かすやつもあるんですけど、一応ダイヤルでこういうふうに調整できるんですよ。まあ悪くないかなと思います。で固定ネジがね2つあるんで結構カチンと回ります。よし。で一応巻いたゲージついてます。まあどの機種もついてますよね。で後ろにしまえるようになってます。後で見せます。でバンドソーのもう一つ一般的な機能として引き割りっていうものがありますね。こういう分厚いやつでこういうふうに切る、これもバンドソーの特徴なんですけども、それにはこの縦の高さっていうのが大事になってくるんですけども、これはね SK11 がこう120あるのに対してこの TBS80 は80です。なんでここは大したことないです。まあ一般的ですね。ここに関してはね SK11 の120っていうのは結構珍しいんですよね。そういえばね、この SK11 のバンドソー、昔はこれ主流っていうか DIY ではもうめっちゃ持ってる人多かったと思うんですけど、最近ネットで見かけなくなってきてて、まあ近所のホームセンターにあったんですけども3キュッパで売ってましたね。でそれに対してこっちが 28,000円なんで、まあ安いですね。さあそれではちょっとスペックを見ていきましょうか。ちょうどこの SK11 とありますんで、2つ比較したスペックはこういう感じです。はい、まず加工能力圧はさっき言ったように SK11 は120で両備は80までしかいけません。しかし SK11 は金属が不可。これは速度調整ができないことによるものです。常に全速力で回るしかできないので、木より硬い金属を切るにはスピードを落としてじわじわ切る必要があるんで、そこは TBS80 にしかできないですね。で懐寸法280、195、これもさっき言った通りですね。この差はでかいですね。でテーブル傾斜角一緒です。で次帯のコバ収束と、これもさっき言った通りですね。 TBS80 はめちゃくちゃ幅が広いです。はい、電源 100V、 電流は 5A と 1.8A で、消費電力は320と150。これね、消費電力が高いっていうのはこれ単純にパワーだと思うんですけれども、両備のホームページにもパワーがあるっていう触れ込みがあったんで、他の DIY 機種に比べて確かに消費電力高いんですよ。なんでやっぱパワーあるのかなと思ってます。で付属品は帯のコバが1つ、これはノーマルなんで、まあ、曲線切りできなくはないんですけども、細かいやつはちょっと難しいですね。で調整用の六角レンチが2つ、でさっき言ったマイターゲージで囚人アダプター、ここについてるやつですね。他にもスペックに合わない点でもノコバのテンションをかけたり緩めたりする機能とか、まあ、他に価格帯とかでも両備の方が優れてると言えるでしょうね。見た目はこんな感じです。はい、それでは懐寸法について細かい話をしていきたいと思います。曲線加工をするときには懐寸法っていうのが一番大事になってくると思うんですよ。まあこういうのとかこういうのとか、これも全部バンドソーで加工してるんですけども、これがね、例えばこっちで加工しようとするとこうね、こう入らないんですよね。この間にね、これもね入らないんですよね。それだったらこっち側で切ったらいいじゃないかってなるんですけど、まあそれもそうなんですよね。こっちで切ればもちろん切れるんですよ。でもね、こっち側に入らないってなると必ずね、こう裏返さないといけない芯が出てくるんですよね。で裏返さないといけないってなると、裏側には隅が入ってないとか、そういうストレスが発生するんですよね。加工する時にはこっちで切ったりこっちで切ったり、いろんな取り回しをするんですけども、その作業性の確保、さまざまな自由度を確保してストレスフリーにするためにも、この懐寸法っていうのはものすごい大事だと思うんですよ。こういう曲線加工をメインに加工するんであれば、正直注目すべきスペックっていうのはこの懐寸法だけなんじゃないかなと思います。でね、主なメーカーの懐寸法と、あと相場価格っていうのはこういう感じになってます。はい、こういう感じで両備の280っていうのがやっぱりぶっちぎりですね。そもそも200以上確保できてるっていうのはこの入りの240しかないですね。そして全部高い、唯一両備より安く売ってるのがこの高木の17000のやつですね。で懐寸法195っていうことで、まあ悪くはないですし、でなんか形がね SK11 のに似てるんですよ。ただし加工圧っていうのは80なんで、両備と同じですね。曲線加工するためだけにとりあえず安いバンドソーが欲しいっていう人は、この高木もなかなか悪くないんじゃないかなと思います。使ったことはないですけれどね、写真とかスペックで見る限り、パワーとかこの開閉機構なんかもなかなか悪くないと思うんですよ。 Amazon レビューなんか見てみても耐久性の悪い話とかも聞かないし、マイナーメーカーの商品を舐めてはいけないんじゃないかなと最近よく思ってます。はい、そしたら次は速度調整の話。ちょっと回してみましょうか。これをパチッとして、でこれをパチッとして、今ちょっとこすってるかな。これね、今一番遅い速度です。これを回すと、まあ、こういうふうに無断変速で変更することができます。基本的に木材を切るときは最速で十分なんですけども、すごい分厚かったり硬かったり、あるいは曲線を加工したりするときはちょっとスピードを落とすと加工がスムーズになります。まあ、やりやすくなります。この速度調整機構によって木以外のいろんな材料も切れます。で、それぞれの素材によってのスピードがご丁寧に説明書に書いてます。木材は 12.5 ミリセカンド以上、ミリじゃない、メートルだ。プラスチックだったら6メーター、アルミだったら 5.5 メーター、真鍮だったら4メーター、銅板だったら2メーター。銅板って真鍮より硬いんですね。みたいな感じで書いてるように調整したら、まあ切れるんでしょうね。だいたい 5,6 ミリ以下というふうに書いてました。こういう金属で切り文字なんかを作ったりもできるっていうことですね。それではこの機能が搭載されている DIY モデルはこんな感じ。見てもらったらやっぱり両備の調整機構がず抜けてますよね。でちょっと見てほしいのが、このプロクソンと宝山っていうのはすごい回転数が遅いですよね。調整はできるけど。でこれはね、やっぱりこうアルミとかの金属を切る性能を持たせるためにスピードを落としたっていうことでしょうね。これはなんでかっていうと、まあ木材はスピードが遅くても切れるんですよ。でも金属はスピードが遅くないと切れない。なので金属は切れるスピードの方に調整をしたっていうことだと思うんですけども、スピードが遅いと木材を切るのにやっぱストレスが発生すると思います。なかなか切れなくなっちゃいますからね。技術的にどれほど難しいかっていうのは僕にはちょっとよくわからないんですけども、こういった技術を適所適所に投下していく、そのセンスっていうのは両備はすごい優れてるんじゃないかなって思います。バッテリー工具以外だったらほとんど持ってるの両備なんですよね。まあ、安いっていうのもあるんですけど、ちょっと裏側向けましょうか。裏側こんな風になってます。ここにねマイターゲージが差し込めるようになってます。これ優しいです。これ何だったっけな、何かあったかな。これが帯のこのテンションを張るところですね。こう、あ、今ね張ってる状態なので、こうやったら緩む。でこのダイヤルを回して全体の張りの調整で、ここはね総外動っていうんですけど、ここもねこのロック機構がついてるんですね。ここ今ロックしてるんで、パチッと緩めるとこのダイヤルで高さを調整します。これもね他の機種なんかだとロックだけ緩めて、あと手でガチャガチャ動かすっていうのがあるんですけども、こういうのはねやっぱ微調整しやすいですね。まあ、この辺で止めておきます。ちょっとアングル変更して、ここの角度調整なんですけども、これはねなんかいっぱいついてるんですけど、この黒いやつ緩めます。これ今緩んだ状態なんですけども、これで黄色いやつを回すとこんな風に動きます。こんな感じですね。これも手でガシャガシャするんじゃなくて、一応ダイヤルで調整できるのはまあ便利なとこかもしれないですね。でね、もう結構もういろんなところに調整機構がついてて、例えばねこういうメモリもね、このネジ緩めたらこれゼロがどこかっていうのはちゃんと調整できるし、ここにネジがついてるんですね、この黒いやつで、これ回してこいつがここにつくときが水平になるように設定すれば、まあ、いつでも水平に戻せるっていうことですね。で盤面自体はね結構ガタつくんですけども、この締めるやつがね2つあるんで、これ2つ締めたら結構ガチしますね。まあ、絶対動くことはないで、使うとき本体はボルトで固定するようになってます。線でも使えますけどね。そしてまた表に戻しまして、蓋の開閉機構なんですけども、ここにね六角ナットのネジがあるんですよ。これ回したらこれが外れて、これ開くんですね。カーッと開きます。でまあこれ閉じるんですけど、これね正直ねここのネジあんまり意味ないと思ってます。これがなくても開くことっていうのは基本的にないです。これバチッと止まるんで、これでもう固定されてるんで、まあ、だからといってここをつけずに作業して安全が保証されるわけではありませんのでご注意ください。これね、六角でやっていくのはいちいちめんどくさいんで、超ボルトか何回に変えててもいいでしょうね。細かいやつを切ってる時にこのちっちゃい穴から下に落ちて詰まるんですよね。で詰まらないようにちょいちょい取り除きたいんで、こう簡単に開くと便利なんですよね。ちょっと囚人しにくくはなるけど、際までこうマスキングテープ貼ってしまえば物が落ちることはなくなりますけどね。あとね、これいるかわかんないけど、これこう引き抜いたらスイッチがオンにならないようになる。なんかものすごいいろんな機能ついてます。一つ文句を言うとするならば、囚人アダプターがここについてるんですよね。これ付属です。これねどう考えても囚人の位置はこの辺なんじゃないかなと思うんですけどね。改造してここに囚人の穴を開けてる人もいるみたいですね。そんな感じです。ちょっと切ってみましょうか。それではちょっと鳩を切ってみたいと思います。なんかね、切ったりするときはこう直接線を引いてそれをカットしてもいいんですけど、なんかこういう風にデータかなんかで作って印刷してこうペタッと貼り付けて切ると便利です。それをね、なんかこうスプレーのりかなんかで貼り付けて、これ99は剥がれへんやつだから、これ77とか55の方がいいかもしれないですけどね。こんな感じかな。それじゃあ切っていきます。はい、ハトがカットできました。なんか怖いですね。こっちの方が可愛いですね。今さっきのカットは曲線用の帯の子ではなくて純正の帯の子でカットしたんですよね。あとカメラが邪魔でやりにくかったです。ほんまやったらもうちょっとちゃんと切れるんですけどね、ちゃんと切れますね。で、曲線用の刃とかも下に URL で載せときます。で、バンドソー帯の子っていうのはそんな綺麗に切れるもんじゃないんですよね。これ分かりますかね。こう縦に刃の跡がいっぱい入ってるんですけども、バンドソーで加工するとどうしてもこういう風になります。なのでバンドソーっていうのは単独では成立しないんで、なんでこう削るとか、こうしたらすごい綺麗になるんですけどね。あとディスクサンダーとかベルトサンダーで削るとか。基本的にバンドソーっていうのは荒加工用の工具だと思うんですよね。それじゃあ絶対仕上がらないんで、例えばこれスプーンなんですけれども、スプーンこんな風に図を描いたやつをもうバンドソーでこんな風に切って、でこんな風に切る。でそれするだけでスプーンものすごい作りやすくなります。あとは手で削らなあかんですけどね、まあ、こういうのとか、あとこういう円形、こういう円形なんか切るときは、まあ、丸描いて、でバンドソーで1ミリぐらい残して粗く切るんですよ。でその後にディスクサンダーなんかでこうやってドゥイーンとやるとむちゃくちゃ綺麗な円が作れます。これはすごい簡単です。本当誰でもできます。ベルトディスクサンダーなんか一番ちょっとのやつ買ってもいいと思いますね。なのでバンドソーと相性のいい工具その1がディスクサンダーで、もう一つ僕はものすごくよく使うのがバンドソーの荒加工とトリマーの習い加工なんですね。でどういうのかというと、これがもうめちゃくちゃ汎用性が高くて、こういうような建具を作りました。こういうようなね、ものすごい曲線が効いててパッと見どうやって作ったのか難しいように見えるんですけれども、まあ、とりあえず型を作ってですね、こういう型でとりあえず材料に線引いて、その線の通りにバンドソーでざっくり粗く切った後にこの型をその材料に当ててトリマーで習い加工。そしたらもう綺麗な形が作れます。まあ、家具に使うような広葉樹の硬い木をトリマーで切り抜くっていうのは正直難しいんで、バンドソーで粗取りするんですね。まず粗加工。あ、あの最後大丈夫です。なのでバンドソーっていうのは基本的には曲線加工の主役であって、その相棒に必要なのが断面を整える何か、まあ、それはディスクサンダーだったりトリマーであったり、あとはスピンドルサンダーとか筒状のサンダーが回ってるやつですね。そういうのと組み合わせた時にバンドソーは一番進化を発揮します。まあ、ただしさっきのこのハトサブレじゃない、ハトみたいなこういうものすごい有機的な形を切り抜く時、こういう時はね、もう断面とかそんな整える必要もないと思うんですよ。例えば、そうですね、こういう切り文字、こんなのもね、ざっくり切り抜いただけで近く行ったらガタガタなんですけど、こう離れてなんか壁とかに貼ってたらすごいいい感じに見えるんですよね。こういうサインとかね。こういう動物パネルとかもね。だから例えばベニヤで何かを切り抜くみたいな時は別にそんなに断面の粗さを気にしたりはしなくていいと思います。ただ家具とかを作るんだったらトリマーみたいな相棒が必ず必要になってきます。なんでバンドソーに精度を僕は求めていません。全然粗くて結構直角だけなんとなく出ればいいかなって思ってます。でひたすら加工性を高めるためにはやっぱりこの懐寸法で、もう一つおまけの速度調整機構、これだけあればもう抜群にいい加工ができると思います。そのような感じでズバ抜けたパフォーマンスを持ちながらズバ安いコストに抑えたこの TBS80 はまさに曲線切りの名手だと思います。本当におすすめできます。正直なところ安い、そして懐寸法が広い、これだけで私は会員になりました。曲線を切るための最高の相棒です。もしこの動画が購入検討の参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。